皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。衆議院参補欠選挙の東京15区で行われた選挙妨害において、日本維新の会が公職選挙法改正案をまとめ、今国会での成立を目指し、与野党に協力を呼びかけましたが、なんとまさかの反対をする政党が出てきましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら。産経新聞、事務所を仕掛け。 演説聞き取れずで規制強化。維新東京五区補選の選挙妨害で改正案日本維新の会は7日衆院東京五区補欠選挙4月28日投開票で選挙運動を妨げる行為が多発したとの指摘を受け公選法改正案の概要をまとめました公選法で定めた選挙の自由妨害罪を適用しやすいよう具体的な妨害行為を明記し規制を強化する内容 今国会での成立を目指し、与野党に協力を呼びかけました。そこでこちら、維新の柳瀬博文参議院議員のポスト。私は維新の支持者ではありませんが、東京15区で起こった事実のみ紹介しておきます。東京15区では維新の金沢祐氏が出馬しましたが、選挙妨害の疑いがある翼の党の根本良介氏と直接対峙したのは、金沢祐氏のみでした。それがこちらのシーンです。なので、 東京十五区では立憲民主党の酒井夏実氏が当選しましたが当然立憲も積極的にならないとおかしいということになりますね東京十五区補選では政治団体翼の党の関係者が維新を含む陣営の街頭演説中に大音量で叫ぶなどしました警視庁は自由妨害の疑いがあるとして警告を出したが翼の党は選挙運動の一環と主張しました 今のところ公選法では一般人が同様の行為を行うと違反になりますが、候補者が行うことは想定されていません。なので法律の抜け穴ということになります。維新案は、自由妨害罪の適用対象として、多数の者による選挙事務所または住宅への押しかけ、聴衆が演説を聴取することを困難にする行為を列挙。法定刑は現行の4年以下の懲役や禁錮から5年以下に引き上げ、 検察察や警察の取りり締まりを公正かつ迅速に執行しかしななしましたこれはそもそもこちら朝日新聞安倍さんの街頭演説にヤジを飛ばした左翼を北海道警が排除したところ表現の自由侵害だとして札幌地裁で北海道に賠償命令が出ましたのでそれから警察が弱腰対応になったことが事の発端ですそこでブーメランとして応援に入った立憲の蓮舫氏らにも妨害が入ったわけなので。 立憲も維新の案に乗ってくると思われますがさあどういう対応をするのかは後ほど紹介しますさらにこちらテレ朝ニュースもう少し維新の言い分を見てみましょう衆院補選の演説妨害受け選挙の自由妨害罪の厳罰化など改正案まとめる維新東京15区の衆議院補欠選挙で演説への妨害行為などが多発したことを受けて日本維新の会は 選挙の自由妨害罪を明確に規定し厳罰化する公職選挙法の改正案を取りまとめました音北政調会長演説が聞き取れないほどの妨害を行う演説をかぶせてくるそして現時点ではまだ警察から明確な対処がされていないこれは民主主義の土台である選挙の公正性を揺るがす極めて尋常ならざる事態であるちなみに音北氏も翼の党の根本氏と二度会談しましたが会談をしたことは評価するが 維新の政策は全然ダメだと言われていましたなのでいち早く改正案を作ったのでしょうね4月に行われた東京15区の補欠選挙では政治団体翼の党の候補者らが他党の候補者の街頭演説を大音量で妨げたり他の陣営の選挙カーを追いかけたりするなどの妨害行為が多発していました翼の党は7月7日投開票の東京都知事選にも立候補者を出すので 小池百合子氏や他の候補者にも同様の行為を行うと宣言していましたなので今国会で法改正を急ぐという背景もありますしかしもし今国会で改正できなければ小池百合子氏が出馬を断念する可能性も出てきますなので非常に注目ということになります現在の公職選挙法では選挙の自由妨害罪にあたる行為は 候補者らへ暴行や威力を加えた時や演説を妨害し、選挙の自由を妨害した時などと定められています。維新は、この対象行為をより具体的に明記するべきだとして、著しくそやまたは乱暴な言動や、聴衆が演説を聴取することを困難にする行為を明記するよう求めています。しかし、これでは抽象的な感じがしますね。これで警察が動けるようになるのかは疑問が残ります。また、 4年以下の懲役または禁錮となっている罰則を5年以下に引き上げることも盛り込みましたこれはまあ正当でしょうね法改正に向けては立憲民主党など他党にも呼びかけていて今の国会での成立を目指す方針です立憲も妨害を受けたわけですから乗らないとおかしいですよねそこでこちら産経新聞先の補選では東京15区に候補者を立てられなかった自民党ですがでは政府はどう考えているのか見てみましょう 林義政官房長官、房長選挙妨害あってはならない衆院東京十五区補選めぐり林芳正官房長官は8日の記者会見で4月の衆院東京十五区補欠選挙で選挙運動を妨げる行為が多発したとの指摘をめぐり候補者らにルールの遵守と構成適切な運動の展開を呼びかけました選挙運動は自由に行われなければならない妨害することはあってはならないとも述べました まあ無難な答弁ですねしかし法改正には触れていませんね選挙に関し国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会だと指摘日本維新の会が公選法で定めた選挙の自由妨害罪の適用を容易にする規制強化を求めていることについては各党各会派で議論されるべきものだと語りました林官房長官は政府としての見解を述べています。 なので立法府である自民党の立場ではありませんので、それは各党各会派で議論してほしいと述べています。まあ政府の立場としてはそういうしかないでしょう。しかし私のこちらの動画でも紹介していますが、今岸田首相は維新に近づいていますので、維新案は前向きに検討するよう自民党に指示を出すのではと思われます。そこでこちら、産経新聞。では自民党の見解を見てみましょう。自民、梶山幹事長代行。 悪質な選挙妨害罰則は検討課題自民党の梶山博史幹事長代行は7日の記者会見で4月の衆院東京15区補欠選挙で候補者が街頭活動中に妨害を受けたとの指摘に関し悪質なケースは罰則強化を含め検討課題になりうるとの認識を示しました街頭演説について国民に候補者の主張を伝える重要な機会だと強調し 選挙運動の自由を暴力などで妨害する行為は現行の公選法や刑法で処罰対象になるとも指摘しましたまあ極めて当たり前のことを言われていますねもし自民党がいやこれは言論の自由を妨げるので罰則強化には反対だと言ったらどうでしょうかそうなれば支持はできませんよねそうならないのが安定の自民党です続いてはこちら時事ドットコムでは同じ与党である公明党と 妨害を受けた立憲民主党はどう考えているのかを見てみましょう選挙妨害規制強化の動きき前向き慎重論も4月の衆院東京中国補欠選挙で活動妨害と取れる行為が相次いだことを受け与野党の一部に規制強化を目指す動きが出ています日本維新の会は7日独自の公職選挙法改正案の概要を公表自民党も前向きな姿勢を示すただ 公明党や立憲民主党は慎重な対応を求めています。なんと、公明党と立憲は慎重だそうです。驚きですよね。まずは総科学会の婦人部の皆様、大丈夫なんでしょうか今回、東京15区には公明党の候補者が出ていなかったので分からなかったのかもしれませんが、翼の党は公明党本部にも外選していましたから、実際の選挙になると相当言われると思いますよ。そして安定の立憲民主党ですよね。こちら。 アームズ魂氏のポスト。立憲は当選した酒井夏美氏と蓮舫氏が乗る車に根本氏が質問を投げかけられています。ちなみにこの場所は警察署の前に止めています。こちら、酒井氏が助手席に座っていますが完全にシカとしています。ずっと目を合わせることはありませんでした。そこでその後部座席に座っていたのが、お馴染みの白い服を着た蓮舫氏です。蓮舫氏に根本氏が質問攻撃を浴びせかけています。おい、答えろババア、ばば いつも総理大臣には答えろと言っているのにお前は答えないのか、などと言われていました。完全なブーメランですね。しかし蓮舫氏はそっぽを向いて根本氏と目を合わせることはありませんでした。そこでこちら、蓮舫氏のポスト。我が陣営、他の候補者にも同じような選挙妨害を行っているとのことです。私たちは昨日、地元の警察署前で外戦者を止め、 スタッフが警察署に駆け込み相談をしている間にこの人たちに車の窓を叩かれ暴言を浴びせられ動画を撮られていました。警察の対応が遅くて怖かったです。でも、負けない。まず、警察の対応が遅くて怖かったというのは札幌地裁が左翼のやじを表現の自由を侵害したとして判決を出したので警察が手出ししづらくなったためであり左翼側の影響がブーメランとして身に降りかかっただけです。 さらにこの、でも、負けない、というのもブーメランになって帰ってきています。それがこちら。2017年7月6日の産経新聞。安倍晋三首相の、こんな人に負けるわけには発言。民進党、蓮舫代表、レッテルバリッ批判。では記事の内容を見る前に、安倍さんが実際に受けた妨害とはどのようなものだったのか、2017年7月1日秋葉原での安倍さんの応援演説をご覧ください。それではどうぞ。 はいいやすごい左翼のヤジでしたねこれは根本氏と同様の行為に見受けられますねそこで蓮舫氏は何を語っていたのかを見てみましょう民進党の蓮舫代表は6日の記者会見で安倍晋三首相が東京都議選の街頭演説でヤジを飛ばされこんな人たちに負けるわけにはいかないと発言したことについて自分にいい人は味方悪い人は敵とレッテル張りする行為だと批判し 安倍首相に発言の訂正と謝罪を求める考えを示しましたこんな人たちに負けるわけにはいかない安倍さんの有名なセリフですよねこれを蓮舫氏はレッテル貼りだと安倍さんへ訂正と謝罪を求めたわけですそれが7年後自分も同じセリフを吐いてブーメランとなって帰ってきたわけです蓮舫氏は議員生活を振り返り私もチラシを目の前で捨てられ暴言を浴びたことがあると述べましたその上で 自分に対していろいろな意見を持っている人に向き合うのは政治家の仕事だと強調しました本当に笑えますよね自分に対していろいろな意見を持っている根本氏に向き合わずにそっぽを向いていたので政治家としての仕事を放棄したということになるでしょうねそこでこちら蓮舫氏の2019年7月18日のポスト安倍さんの演説でヤジを飛ばした人間を警察が排除した時の意見です演説に対しての姿勢にはさまざまなご意見があると思います それでも、この排除のあり方はおかしい。私もこれまで街頭演説において、何度も大声で演説を遮られたり、否定される横断幕を掲げられたりしていますが、それも声だと思っていましたが、あのような人たち、排除させるのはおかしい。なるほど。だからあのような人たち、つまり根本氏のような人たちを排除させるのはおかしいので、立憲は法改正に慎重な立場なんですね。 蓮舫氏はこれからも根本氏の攻撃を受けても痩せ我慢をしないといけないようですなんだか笑えますよねこれに対し公明の山口夏夫代表は会見で現行法の趣旨に基づき運用を改善していくことが妥当だと指摘つまり法改正は行わずに運用の改善で対応できるだろうと見ているのですね人権の党を標榜する公明党としてはなんだか意外ですね立民の岡田克也幹事長も 既存の法律で対応できないのか見極める必要がある。と、拙速な動きを牽制しました。拙速な動きを牽制した。なんだか、頼むから法改正をしないでくれ。されると左翼にやめろと言われるので困るんだよ。と、岡田氏の心の声が聞こえたような気がします。気のせいでしょうか。そこでこちら。よろず、左翼といえばこの大御所のお方がいらっしゃいますね。 国会議員でありながら活動家でもある社民党党首の福島水氏のご意見を賜らないと大変失礼でしょう。社民、福島水氏選挙妨害対応強化の維新の公職選挙法改正案に反対。表現の自由侵害に懸念示す。出ました、反対。あの立憲でも遠慮して拙速な動きを牽制するにとどまりましたが、さすが福島先生。明確に反対と言われています。期待を裏切りませんね。社民党の福島水穂党首。 68が8日国会内での定例会見で日本維新の会が示した公職選挙法の改正案について維新が今言っていることについては反対現行法でどこまでできるか社民党としても大急ぎで検討したいと述べましたさすがどっこいどっこい署の社民党維新案では非常に都合が悪いようです同補選では立憲民主党の酒井夏美衆院議員 37を党として支援した福島市は選挙妨害は絶対に許せない行為本当に問題だとしながらも現行法でどこまでできるか今の法律で何とかできないか選挙活動ではあるんですが威力業務妨害罪やさまざまなことで解決できないかということを考えていきたいと訴えましたもうこれだけ法改正を反対すると今国会で決めるのは難しくなるかもしれませんね福島市は 維新案で聴衆が演説を聴取することを困難にする行為を妨害行為と定めていることを問題視しました憲法21条が保障しているヤジとの関連が不明確になり結局は表現の自由が侵害されるのではないかという懸念を持っています選挙妨害はいけませんが街頭で「質問があります」「これはおかしいんじゃないですか」ということはあると強調しましたつまり 左翼が安倍さんにヤジを飛ばしたように今後もヤジを飛ばせなくなるのを恐れているようですねそして街頭での質問を容認しないといけないそうなのでこれは根本氏らの活動を容認する発言になりますね何かブーメランが飛んできそうな予感しかしません笑えます2019年の参院選で当時の安倍晋三首相にヤジを飛ばした2人を警察が排除し札幌地裁と高裁が違法と判断したことも引き合いに出し 演説に対して有権者がどう反応するかということがありますので、演説を聴取することを困難にする行為ということを選挙妨害として規定することは、やはり問題が起きる可能性があると今の時点では思っております。ヤジを飛ばすのも演説を聴取することを困難にする行為と言えなくないかもしれない、と主張しました。ヤジを飛ばすのも演説を聴取することを困難にする行為と言えなくない。つまり活動家の代弁をしているとしか思えませんね。 さすすが福島パイセンですなお札幌のヤジについての裁判は警察官によって離れた場所に移動させられた男女2人が同に賠償を求めたもの昨年6月の札幌高裁の判決では女性については一審と同様に同に賠償が命じられました一方で男性については賠償を命じた一審判決を取り消し訴えを退ける判決が言い渡されています 男性が他の聴衆といさかいになり演説車両に詰め寄るなどしたため警察官が危険と判断したことは客観的合理性が認められると指摘していましたつまり女性はヤジを飛ばしただけで暴れなかったのでうへ賠償が認められ男性はヤジを飛ばした後暴れたので訴えが退けられていますそこで福島市はこの女性のように維新案で。 聴衆が演説を聴取することを困難にする行為を妨害行為として定めてしまうとヤジが飛ばせなくなってしまうので維新案に反対しているのでしょうあくまでも活動家目線を貫くところがさすがの福島パイセンどっこいどっこいしょですねということでまさかの反対が出るとは思いませんでしたがこれが今の日本の政治ですまだまだ左翼が多いですよねまた新たな動きがありましたら動画にするかもしれませんのでよろしければチャンネル登録と通知ボタン そして高評価とコメントもよろしければお願いします。またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。